バーバリライオンは、食肉もクネコ科に属するライオンの一種で、アフリカ北部に生息している。別名アトラスライオン。記録された最大の個体は、全長は4メートル以上と現存の、どの種よりも大型で、胸板が厚く、非常に黒い縦紙は長く伸びて銅にまで達していたと、言われているが、飼育下の個体のサイズと比較したことにより、この記録の信憑性は問われている。 全体的には、同じく最大亜種の一つと考えられている、ケープライオンと似通った特徴を持つ。彼ら同様の猫化最大種の一つである、カスピトラとは、分布こそ近接するものの住み分けがなされていたものと思われる。他のライオンとは違い、山間の森林を好む。古代古典上で見られるガエトゥリライオンは、特徴がバーバリライオンに似た印象を持つ。 サルタンザ・バルバリー・ライオン、ニューヨーク・ズー、1897古くから人間の活動が盛んであった地中海周辺ではバーバリ・ライオンの勇士は見せ物として重宝された。カエサルは400頭、ポンペウスは600頭のバーバリ・ライオンを戦勝パレード用にローマに連れてきたという。競技場で剣闘士と戦わされたともいう。ローマ帝国が水亡した後も、 人間の活動域の拡大に伴って、バーバリライオンの生息地は減っていった。そして近代に入ると、娯楽としての狩猟と動物園用の捕獲がさらに、バーバリライオンを追い詰めた。アルジェリアとチュニジアからは1891年に姿を消し、モロッコでは最後の野生個体が1922年に射殺され、絶滅したというのが通説となっていた。しかし、 後の調査によって、アルジェリアやモロッコに小規模の個体群が1960年代まで生存していた可能性が示唆されている。その後の調査で1996年に再発見され、2007年に一頭生息しているのが確認された。また、根欠種の飼育下繁殖は現在でも行われており、フランスの動物園で50頭ほど飼育されている。その後、 原産地のモロッコのムハンマド5世の私的動物園でかつて健常品として捕獲されたバーバリライオンたちが飼育され続けており全世界で確認されている個体数の半数にあたる32頭もの純血種の個体群が生き残っていた事実が判明2012年に首都ラバトに開園したラバト動物園にて繁殖の取り組みが行われている また動物園開業直後には3頭のコライオンが誕生するという明るいニュースが伝えられた。アルフレッド・エドワード・ペアセによって撮影されたアルジェリアのバーバリライオンフランスの国立自然史博物館に展示されている私有一組の標本。ありがとうございます。